5月の第2日曜日となるあさっては母の日です。皆さん何を贈りますか？母の日の由来は諸説ありますが、1900年代初頭アメリカで母を敬う機会を作ろうという運動がきっかけだったとされています。次の日曜日は母の日です。どんな花を選んだらいいんでしょうか？青森市の花と雑貨の店ワイズスタイルでは、母の日に合わせて20色のカーネーションが並べられています。定番カラーの赤やピンクのほか、複色系のグラデーションも人気を集めているということです。またカーネーションにこだわらないという人には、バラなども取り入れたフラワーアレンジメントもおすすめです。男性の方はやっぱりお話のことはあまりよくわからないのでっていうことがあるので、色をどういう色にしたいかとかですね、あとご予算いくらぐらいのものを送りたいかとかですね、そういったところをお伺いして、ご提案させてもらってます。母の日のプレゼントは花だけではなく、お花以外にも雑貨やおいしいグルメを贈りたい方もいると思います。そんな方に向けて今注目の商品をリサーチします。訪れたのは青森市の商業施設3。まずは買い物に来た皆さんに聞きました。母の日のプレゼントはもう選びましたか？まだ選んでないので、ちょっと今日これから考えようかなと。エプロンとか、ちょっとエプロンいいのがないっていう風な話をしてたので、カーネーションのお花とお菓子が一緒になってるやつを買いました。いいですね、まだ選んでないです。やっぱり残るものがいいかなと思って、今日は選べないですね。そうですね、欲しいものがあったら買ってあげようかなと思う。1階の食料品チェーンディーン&デルーカでは、クッキーや紅茶といった自宅で優雅な時間を楽しめるアイテムが並んでいます。オリジナルデザインの食器やエプロンなどもあり、ギフト用のラッピングにも対応しています。こちらの雑貨店では母の日のおすすめアイテムが並んでいます。衣類から生活に役立つ商品まで、選ぶだけでもワクワクしてきます。3階のホームワークスでは母の日のラッピングを無料で行っています。一番人気は夏に向けて紫外線対策ができるアームカバー。シルク素材やひんやりとする接触冷感タイプがあります。他にも香りを楽しめる商品など、日常に花を添えるアイテムが揃っています。美味しいものを食べて癒されてほしいとか、いい匂いに包まれてほしいとか、そのお母様に対しての思いを乗せてツリーの中からとっておきの一品を見つけていただければいいなというふうに思っております。